はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで、すいません、毎年ね言ってる気がするんだけど、今年の夏暑すぎない？本日はね、撮影現在7月18日でまだ7月の中旬ですよ。でもね、東京の最高気温予測は36度ということで、もうこんな感じでね、歩いてオープニング撮ってるだけで小汗かくぐらい暑いんだけど、今日はですね、せっかくなのでこんな暑い日に冷たい麺を食べていこうと思います。僕がね、動画で昔からお世話になってる高野目さんで、毎年ですね、冷やし中華という冷たいラーメンを提供しておりまして、それが今年は7月から販売を開始したということで、早速ですね、こちら本日もですね、いつもお世話になっている蒲田店さんに訪れております。で、今日はですね、まだ量は決めてないんですけれども、この高野目さんのキンキンに締めた冷たい限定を食べて、体をね、冷やしていこうと思います。ぶっちゃけね、今この外でオープニング撮ってるだけで、体力尽きるぐらい暑いです。もう中入って、うお、あっち。ということで、ただいまですね、こちら高野目さんの店内に入ってまして、すでにこれカメラの準備、いろいろとしたんですが、暑すぎる。やっぱこの時期になるとカメラの設営とかちょっと気張ってね、やるので集中するんですけど、その準備をしてるだけでもう見てこれ、汗だくただね、まあこういった冷やしの麺に関しては暑ければ暑いほどうまいと思いますので、この後ですね、しっかりと食べていこうと思うんですけれども、本日はですね、その限定で販売している冷やし中華を約茹で前で 1.5キロ、トッピング等に関してもですね、完全にお任せという形で注文しておりますので、メニューはですね、完成するまでもう少々お待ちしたいと思います。ということで、本日ですね、いただきます冷やし中華が到着いたしました。ただですね、とんでもなくでかいです。今回はですね、無料トッピングプラスチャーシューだったりとか、うずら、紅生姜なんかが有料トッピングで購入しております。僕個人的にはね、この高野目さんの冷やし中華大好きなので、まあ、ほぼ1年待ちました。今年もですね、早速いただきます。正直ね、急いで麺行きたいところなんだけど、野菜がてんこ盛りだから、ちょっと野菜から崩していきましょうか。一旦この有料のね、紅はどかしまして、でこのね、冷やし中華には大根、人参で、水菜等が野菜でね、トッピングされておりますね。うまっ。この冷やし中華はさ、ただの野菜じゃなくて、しっかりとタレもかかってるし、油もかかってるから、もうここだけで十分、超うまい大根サラダなの。うまっ。ただ僕もね、高野目さんで冷やし中華が初めて始まった年に、とんでもないね、デカ盛りを作ってもらったんですけど、その時はね、顎がね、破壊されました。冷やしなんだけど、スルスルいけるタイプじゃないの。だから皆様もね、注文する際は自分のね、無理のない程度に燃料を申告してください。だんだん麺見えてきたけど、その前にこうね、出来たての高いチャーシューいただいちゃいましょう。マジで高野目さん家のチャーシューはとにかくでかいし分厚い。うん、うまっ。うまっ。やっぱ豚に関してちょっと冷めちゃうとさ、硬さが出ちゃうから、あったかい一番美味しいタイミングで先に食べちゃいます。うん。そしたらこの高野目さんのメニューの中では、唯一ね、入ってるこの鶏のチャーシュー、これ冷やし中華限定なんで、この鶏がね、ブリンブリンでうめえのよ。うめえ。やっぱうめえな。うん。これね、高野目さんファンだったらもちろん食べたことあるとは思うんだけど、この鶏のチャーシュー本当絶品だから、この夏の間に絶対にこれ食べに来て、マジでうまい。ちょっと麺いきますか。そろそろ麺をと思うんだけど、すげえ詰まってんな俺。いや、今年もまたこの麺うまそうだ。
いただきます。うまっ。ちょっと待って、味説明する前にもう一口いかして。うん、甘くて香りのいいごまだれと、これね、野菜絡めるとまたさっぱりしてうまいんだけどね、このね、冷やし中華はするって、マジでするっていけちゃう。ちょっとこのあたりで無料トッピングのね、唐揚げ麺に絡ましちゃいましょう。このね、唐揚げがいいのよ、アクセントとして。うまい。最初からね、混ぜるんじゃなくて、途中から和えることによって、このね、唐揚げのザクザク食感っていうのかな、揚げ玉の食感、これがしっかりと生きてるし、やっぱね、このベースの甘いごまだれに辛みがね、いいアクセントになるのよ。でもやっぱ普通のラーメンと違ってさ、冷やしだから全然野菜も麺も時間経ってもこうへたらないというか、かさが縮まないから、結構食ってるつもりなんだけど、あんまり減ってる気がしないよね。すげえな、なんかむしろ増えてる気がするもん。うん、ちょっとね、そろそろ高野目のオーナーさんおすすめの食べ方、さっきねチラッと教えてもらったんだけど、唐揚げとかで他にガリマヨとかね、無料トッピングは別皿でお願いできるんだけど、そのガリマヨを別皿提供してもらって、この鶏肉をねディップすると、これがめちゃくちゃうまいらしいです。これはほぼ反則よ。うん、でそれはうめえって。この後でニンニクも混ぜてガツッといきますか。全然減らないですね。いつものラーメンと違って、あの麺伸びていかないんで、かさが縮まなくて、ずっと増えてる気がします。ちょっとね、今日は茹で前で 1.5 キロお願いしてるんだけど、お腹いっぱいになる。今結構来てるもんね。なんだかんだこんぐらいあった具材も今残りはね、こんなもんとなりました。まあ、相当まだあるけどね。でも今これって発売始まってから全体の注文の中でも何割ぐらい出ます？気になりますけど、昨日がまだ7割かぐらいは出ます。7割これやばいっすね。でもこんだけ暑いと
ラーメン食えないもんな確かに、うん、ちなみにこれ今残りは小台ぐらいありそう。台あるこれあるかないかぐらい、あるかないかぐらい。ちょっとね、いろいろ食べ進めた結果、ただいまですね、こんな感じでございます。残り多分通常の大サイズの麺量ぐらいかなってところなので、今回、ね、あの別皿でいただいてるちょっとこのガリマヨもね、少しずつ混ぜていきます。これ序盤にね全部混ぜるとマジでパンチ力上がりすぎて多分で、ね、食えなくなるうん、正直ね、今お腹いっぱいよりも咀嚼しすぎて顎がやばいです、うんうん、そしたらですね、今日の具材ちょっとですね、まあ、タレの方にはこれ唐揚げ残ってはいるんですけども、ちょっと浸っちゃってね、かなりしょっぱい感じになってるので、ごめんなさい、今日はですね、これで最後の一口とさせていただきます。うん、ごちそうさまということで、本日はですね、僕も毎年いただいておりますこの鷹の目さんの冷やし中華ですね、茹で前で 1.5 キロと、まあとんでもない量をいただきました。で、今回に関してはですね、お店さんも気遣っていただいて、見た目がいい感じになるようにと、野菜もめちゃくちゃてんこ盛りだったんで、顎がね、弾けるかと思いました。まあ本当にですね、このメニューに関してはもうキンキンに冷えてまして、夏場にはね、ぴったりの最高のメニューとなっておりますので、ぜひですね、この動画を見て気になった方は、鷹の目さんでこの冷やし中華食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルも活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。1年ぶりとなります久しぶりの鷹の目さんの冷やし中華ということで、やっぱり美味しかった。正直ですね、もうこのメニューが発売し始めてから毎年夏になるとね食べに行ってるんですけれども、なんか例年に比べてうまい気がしたな。中でも一番美味しい気がしましたので、まあ暑いってのもあると思うんだけど、ぜひね、あの皆さんもこの鷹の目さんの限定の冷やし中華食べに行ってみてください。で、今日のね、雑談コーナーとしてはね、まあちょっといろいろと考えたんだけれども、最近ね、あの家動画増えてるじゃないですか。で、その際にね、口元というか首元かにピンマイクをねつけて撮影をしたりするんですけれども、ちょっとね咀嚼音が強いみたいな方もねいらっしゃって、結構ねコメントでもいただくんですけれども、やっぱりねそのあたりすごい難しくてですね、ちょっと僕もいろいろと考えたんだけれども、店舗でね撮るような感じで、まあ、外のね音があったりとか、ダクトのね音があったりとか、雑踏があるとそのあたりちょうどよく聞こえる聞こえない程度で違和感なく撮れるんだけれども、やっぱりねどうしても家だとこの雑音がないじゃないですか。だから結構明瞭にその咀嚼音が聞こえるっていう部分があってね、まあ本当はね、見てもらう方全員に楽しんでいただけるようにいいところで、その撮影方法とかアイディア撮れればいいなと思うんだけれども、どうしてもねこの撮影環境的にちょっと難しいなっていうところがあるんですよね。で、まあね最近この家動画始めて結構喜んでくださってる方も多いので、今後もね続けていこうと思うんですけれども、まあ、そのあたりですねちょっと試行錯誤しながらやっていこうと思っております。ただちょっとこうどうしても変えられない部分というかね、あの音がなさすぎて音が聞こえるっていう部分があるので、現状維持になっちゃう可能性もあると思うんですけれども、本当にねそれが苦手でちょっと見れませんって方に対しては本当に申し訳ないと思うんですが、引き続きですねそのあたりの動画一緒に楽しんでいただければと思います。
まあ、本日のね雑談コーナーはこの辺りかな。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。